高松市議会の茂木邦夫議員が市の職員にパワーハラスメントにあたる言動をしたとされる問題で市議会は市民団体が求めていた再調査をしないことを決めました市民団体は専門家や弁護士など第三者の意見を聞かずに言動は不適切だったと結論づけた議会の対応には問題があると指摘再調査を求める申し入れ書と1300人余りの署名を 先月、市長と市議会に提出していました。昨日開かれた議会運営委員会で対応に問題はなかったとして、市議会として再調査しないことを決めました。一方で、今後、ハラスメントが疑われる事案が新たに起きた場合、議会がどのような調査を行うか、事前に指針を定める必要性を確認したということです。この申し入れについては大西市長も、 再調査は必要ないという考えを示しています。